学び研究室の吉野です。小野です。今日は生殖について話をしたいと思います。生殖は自らの遺伝子あるいは自らの形質を残す手段のことを生殖と言います。この手段生殖によって個体は必ず生物は死んでしまいますけれども、この生殖によってその種を維持することができる、その方法が生殖ということになります。この生殖には大きく分けると2つ、無性生殖それと有性生殖という生殖の方法、この2つの方法で、生物は種を残していきます。今日は無性生殖についてのみお話をしたいと思います。無性生殖は完全に親と同じクローンを作ります。ゲノム遺伝子のレベルでも全く同じもの、寸分たがわず同じ、個体を作る方法が無性生殖。この無性生殖の方法は3通りありまして、分裂、出芽、栄養生殖、この3つがあります。それぞれについて今から説明したいと思いますが、まず大きくこの無性生殖の特徴はと言いますと、1個体から効率よく、通常、後で話しますが、有性生殖の場合は基本的には、人間でいうところの男と女、オスとメス、2個体以上が必ずいるんですけど、基本的にですね。無性生殖の場合は1個体から効率よく数を増やすことができます。ただし全く同じクローンの個体を作りますので、環境の変化に弱い、例えば温度が急に上がってしまうと、元の個体が高い温度が苦手な個体であると、その高い温度が苦手な個体ばっかりが増えますので、温度が上がるともう絶滅してしまう、乾燥に弱いと、全部絶滅してしまうというふうな、デメリットもあります。まず最初に分裂の話をしたいと思いますが、イメージとしては体細胞分裂をイメージしてください。単細胞生物の場合はこの体細胞生物が、1つの個体が1つの細胞が2つの細胞に増えることが体細胞分裂ですけど、単細胞生物の場合は体細胞分裂をする、つまり分裂をすると個体が2つになるということになります。個体を2つに分裂する体細胞分裂をイメージしてもらったらいいです。例えばですけど、先ほど言った単細胞生物の場合、ゾウリムシあるいはミドリムシなんかの場合はくどいですけど、体細胞分裂をすると個体を増やすことができる、そんなイメージになります。また多細胞生物、プラナリアとかイソギンチャクなんかの場合も、この分裂、個体が2つに分裂することによって、数を増やしていく方法があります。これらはですね、1個体が2つに分裂する、分裂という方法で数を増やすんですが、1個体からたくさん、多分裂あるいは複分裂と言われるような分裂をする生物もいます。1つが5個や6個に増える方法です。例えば、原生生物、動物界、植物界、近海以外の真核生物、つまり角膜を持っているやつですよね、角膜を持っている、真核細胞からできている生物 のうちの、有効虫という、生き物は1つの個体から複数へ分裂することによって、数を増やすことができます。これは有効虫シンダラ、非常に有名なものになりますよね。ご存知でしょうか。星の砂です。これロマンチックな、星の砂ってすごくロマンチックで、お土産のですね、沖縄とか行くと、西表、石垣島なんか行くと星の砂海岸とかなんかあって、お土産物なんかにこれ瓶詰めされてますけど、実は有効虫の死骸、有効虫の殻の集まりがこの星ですね。この星みたいなのが合わさってるところに穴が開いて、それで有効虫。名前の由来はちょっと分かんないです。有効虫どんな虫なの。虫じゃないです。虫じゃない。虫は動物界に入る真核生物ですけど、これはこの有効虫は原生生物と言われるもので、形が後の高山虫なんかのイメージに近いと思いますけど、後でちょっと高山虫の、これも死んだ後のスケッチですけど見せます。
で、まあ、これがいっぱいくっついてる塊がバラバラになってるんですよ。これが1個体、これ1個が1個体、1個体です、うん、の死んだ後、まあ、いった死骸ですよ、ね、になります。それがのたまたまその星の格好をしてる。イメージとしては、まあ、イメージで合ってるかどうか分かりませんけど、ウニの殻みたいなもんですね。ウニの死骸よけ分かりにくくなりましたね。次に行きますね。放散虫、これは、まあ、ある人が研究したことですごく有名なんですけど、ヘッケルっていう人ですね。生物系の人なら必ず名前を聞いてるはずなんですが、このヘッケルっていう人はですね、こういうスケッチしました。これ有効虫のスケッチなんですけど、死んだ後です、ヘッケルのスケッチはものすごく美しく作ったりして、まあ、いろんな才能があるんですね。医師であり生物学者であり、また進化論を支持する人でもありました。で、もう一つ、まあ、ヘッケルはここに赤字で書いてありますけど、反復説といわれる個体発生は系統発生を繰り返すという、まあ、非常に有名な言葉を残した人でもあります。まあ、個体発生ですね。これ縦が個体の発生ですけど、まあ、魚類の発生、両生類、あるいはまあ哺乳類の発生、まあ、哺乳類で見ますと哺乳類の個体の発生は系統の発生と非常によく似ているよ。で、まあ、つまり進化を、まあ、まあ別の言い方をするとじゃないですけど、まあ、個体発生は系統発生を繰り返すというふうな、有名な言葉を残しています、ね、ちょっとこれ余談になりましたが元に戻りますが、無性生殖の方法と別の方法、出芽という方法があります。個体の体液にできた突起が、成長して、そして、元の個体から分離して数を増やすという方法で、海面ね、まあ、スポンジで多分売ってる、結構いい値段すると思う。天然のスポンジ、海面のこれも死骸、ね、身も蓋もないような言い方ですけど、あと有名なところでは酵母菌、真菌の仲間でしたけど、これちょっと出芽しているところですね。それ以外、はい、これ骨なんですか？骨じゃない、あ、まあ骨片と書いてありますけど、まあ、人間のイメージでいうところの骨ではないと思いますが、まあ、カルシウムとかできてるかもしれませんが、それちょっとチェックが必要です、はい、こういうふうに書いてあったので骨片と書いてありますけど、はい、骨じゃないか、はい、まあ、殻なのかもしれません。殻、はい、って骨じゃない、カルシウム沈着があるうんだけど、あれを骨と言っていいかどうか、はい、外骨になるのかどうかも分かりません。わ、うん、はい、かります。で、それ以外には四方生物、四方動物と言われるもので、まあ、毒針を持った細胞を持つ動物、まあ、有名なのは多分出芽で一番有名なのはこのキドラだと思いますが、サンゴなんかも、まあ、出芽して、個体を増やす、出芽以外の方法でも個体を増やすことができますけど、出芽する、出芽で個体を増やすことができる動物、まあ、ちょっとヒドラを例に挙げて、まあ、出芽 の一番、まあ、典型的なイメージを紹介させてもらうと、まあ、ここにある時に、まあ、突起が出てきまして、この突起がどんどん成長することに、成長した後に、まあ、切り離されて、あと、まあ、成長するというふうなのが、まあ、出芽の方法です。まあ、この出芽を勉強するとなんとなくですね、ワンピースのロビンが花々の実を食べるんですね。失礼いたしました。もう一つが栄養生殖という生殖の方法で、まあ、答えを見て、生殖器、生殖器官以外から個体を作ることができる、まあ、作る方法、これは身の回りにこの生物がたくさん存在しまして、例えば、茎由来のタイプ、玉ねぎとかじゃがいもですね、こういったものは、まあ、海根とか、海系とか、林系とか呼ばれるものですけど、それから個体を増やすことができます。であと、根っこ由来のタイプのものは、海根と呼ばれるので、まあ、さつまいも、こういったものは、生殖器官以外、まあ、茎とか根、根っこから、個体を増やすことができる設置になります。はい。じゃがいもは茎なんですか？これさつまいもは根っこです。はい、じゃがいもは茎なんですか？という分類になっております。あと葉っぱ由来で増やすタイプもありますけど、一応いや、同じ芋じゃ。はい、だけどこっちは茎なんです。うう芋は根っこから、まあ、どちらかというと多分茎になるんでしょうね。土の中見ますよ。はい、次多分調べないと思いますけど調べてきます。
はい、わかりました。ちなみにこれまた余談ですけど、じゃがいもの、新芽ですね、芽が出ると、まあ、通常食べることができないというふうに言われていますが、ご存知でしょうか。毒素。あ、素晴らしいですね。ちなみに109回 EC 国家試験、では食中毒の原因となるのはどれかというので5つ選択肢があるんですけれども、小野先生合格です。じゃがいもの新芽ソラニンという、まあ、毒物が入っているので、まあ、食中毒の原因になるということなんかも知られております。で、完全なる余談です。ということで本日のまとめチェックになりますが、ナメック星に到着したご飯、クリリン、ブルマはナメック星人のデンデと出会います。ドラゴンボールです。以下はブルマとデンデのやり取りですが、さてナメック星人の接触方法は何でしょうか。これがやり取りですね。最長老、最長老って僕たちナメック星にいるみんなを産んでくれた人です。昔の異常気象でたった一人だけ生き残って再びナメック星に活気を与えてくださった、僕は最長老の108番目の子供です。一人だけって、あんたたちどうやって子供を産むわけ。どうやってって口から卵を産んで。あ、そうか、変わってるわね。じゃあその最長老って人は女なわけね。これです。女、女って何、何って。ナメック星人って2種類いるんでしょ、男と女。例えばあんたのお父さんとお母さん。2種類さあ。さて答えは分かったでしょうか。ナメック星人はどういう生殖方法で、これはですね、今のところ無性生殖と考えて OK ですね。性の概念はありません。おそらくで1個体ですね、最長老から数を増やす。これはまた有性生殖のところになりますと、ナメック星人が本当に無性生殖 なのかどうか、議論の余地がないのかどうかということにまた言及していきたいと思います。ということで本日、生殖、無性生殖 のを、学びました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。